ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は Amazon の新型 Fire タブレット Fire HD8 の第8世代のモデルの電池寿命が2時間も短くなってしまった理由についてご紹介したいと思います。といっても自分は Amazon の中の人ではありませんので、あくまで個人的な推測です。まず今画面に表示しているのが Fire HD8 新旧それぞれのスペックになります。電池寿命に影響を与えると言われる CPU や RAM の容量、ディスプレイのサイズや解像度など新旧で全く変わっていません。ちなみに CPU の型番はこちらに記載していませんが、新旧両方ともメディアテックの MT8163VB が搭載されています。そしてその他のスペックが次の通りです。まず充電時間ですが、付属の 5W の充電器を使って6時間となっています。同じ出力の充電器で充電時間も同じということですので、新旧それぞれの Fire HD8 でバッテリー容量は変わっていないのではないかと思います。つまりどういうことかというと、バッテリーの容量が減ったことで電池寿命が短くなっているわけではないということです。 Wi-Fi の規格等も同じで、その他変わっている点としては、この Fire タブレットは Fire OS という OS を搭載しているんですが、これは Amazon オリジナルの OS ではなくて、Android をカスタマイズした OS となっています。そのベースとなっている Android のバージョンですが、最新の第8世代の Fire HD8 は Android 7.1 をベースとしています。一方、旧型の Fire HD8 第7世代のモデルは Android 5.1 をベースとしていました。Fire HD8 の新型モデルのバッテリー寿命が短くなった理由は、個人的にはこの Android のバージョンにあるのではないかと思います。Android スマートフォンでもそうですが、通常 OS をアップデートすると機能が追加され、より使いやすくなるかに思うかもしれませんが、過去には OS をアップデートしたことによって、電池寿命が一気に短くなってしまったということも報告されていました。ですので、Fire HD8 に関しても、この Android のバージョンの違いによる消費電力の増加が電池寿命に与えている影響があるのではないかと思います。その他、国内版は今のところ関係ありませんが、第8世代の Fire HD8 については、海外では電源に接続していない状態でも Alexa を呼び出すことができる仕様に変わっています。これまでは電源に接続している状態でなければ Alexa を呼び出すことができなかったんですが、今回の仕様変更を実現するにあたり、何か新しい部品が実装されている可能性もあります。その辺の部品追加による消費電力の増加も、もしかしたら今回の電池寿命が短くなった原因の一つとなっているかもしれません。ということで、今回は個人的な予想ではありますが、新型 Fire HD8 の電池寿命が2時間短くなった理由についてご紹介しました。なお、この動画の概要欄に最新の Fire HD8 販売店のリンクを貼っておきます。出荷予定は10月4日からですが、今からでも注文することができますので、購入を検討されている方はリンク先の方もチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。